クレオ・マディソンは、アメリカ合衆国の女優、映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。サイレント映画時代のシリアルフィルム、ハートの3の主演女優として知られる。写真集ザ・ブルー・ブック・オブ・ザ・スクリーン1883年3月26日、イリノイ州ブルーミントンに生まれる。1910年、カリフォルニア州サンタバーバラ郡サンタバーバラの演劇会社に入社。 数年後、ボードビルや演劇の旅一座に加わる。1912年7月27日公開の名ム、ケルソと共演した短編映画ザ・ウェイト・オブ・エイ・フェザーが最も古い映画の出演記録である。以降、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーで短編映画を中心に主演あるいは準主演級として出演する。1914年、シリアルフィルム、 ハートの3に主演、スターダムにのし上がる。同年のシリアル、マスターキーにも、出演、同作は日本でも、大ヒットした。1915年、監督業に、進出、1916年のジョー、情不上まで、自らが主演する17作を監督した。同年、同社に設立された、子会社、ブルーバード映画でも、クーダン、クロランに主演、それらは日本でも公開された。 同年11月25日、ドンピークと結婚する。1920年からはユニバーサルを離れ、1924年11月30日、公開、ジャック・コンウェイ監督のコンペキの下にに、脇役として出演したのを最後に、満41歳で映画界を引退した。1964年3月11日、カリフォルニア州ロサンゼルス郡バーバンクで、 心筋拘束のため死去した、満八十歳没。同州グレンデールにある、グランドビュー、メモリアルパーク墓地に眠る。特筆を除きすべて出演作である。ありがとうございます。